それまさに45歳から20年間宿命大殺界に入ってますので、空洞になっている、パワーが全くないような状態になっているので、すごくいいか悪いかっていう差が激しいんですよね。こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。今日もイケメンシリーズ第何弾ぐらいですか？もうすごいやってるでしょ。やってるでしょ、ね、まあ全然いますね。まだいますもんね。いや、それいるでしょうね。いや、もうイケメンを探せば、まあ、いろんなパターンありますけどね。いろんなパターン、まあ、層が広いですからね。そうです。本日は、はい、反町隆史さんをお願いいたします。これは最高ですね。ご存知ですか？いや、もちろんもちろんでしょう。と夏島奈々子さんご夫婦、そこが最高ですよ、はい、すごい夫婦ですよね。いや、すごいよね。この夫婦に生まれたいって思うんじゃない、子供としてすごい親だよな。いや、すごいよ。いや、私一回京都でお見かけしたことがあって、コロナ前で観光客が多いお寺だったんだけど、めっちゃすぐ分かる。すぐ分かっちゃう。すぐ分かる。オーラがすごすぎ。だけど、まあ多分プライベートでいらしてるから、まあ服装とかももう本当にシンプルなんだけど、まあ背が高いじゃん。高い。もう背が高いし、細いし、スラッとしてでしょ。もうすぐ分かるよね。綺麗でした。うん。ナチュラルビューティー。そんな2人がですね、はい、2024年の1月クルーのドラマに主演報道がされて、はいはい、お二人が同じその1月のクールにドラマを別局でやるらしくて、うん、どっちが視聴率を取るかみたいな。すみません、あれでしょ、 GTO。 そうです、そうです。26年ぶり26年ぶりの GTO から。いや、経ちますよ。私初めての妊娠中に GTO を見てましたから、いつもこれは毎週欠かさずうちは夫婦で見てましたよ。それで社長はどうなんですか？先に泣くんですよ、毎回毎回先に泣くわけだから、妊婦の時ってセンチメンタルだったりするじゃないですか。情緒がね、ちょっと情緒があったりするじゃないですか。だから絶対私の方が先に泣けるはずなんですよ、うんうん、だけど彼が先に泣くもんって全然泣けないんですよ。もう何、それよりももうなんでそんなにこの GTO で号泣してんのかっていうぐらいの泣き方をしてる。え、号泣？え、そんな？そうそう。いや、だからもうみたいなのがもう聞こえてきちゃうでしょ今日もか、先かみたいな今日も先か、楽しみですね。またいや、楽しみだ。今回一緒に見たくないなと思ってそうすると話が入ってこなくなるよね書き消されちゃうから。もっと早くなっちゃうんですよね。そうなのよ、年いってね、年いってね、年いってから絶対そうだよね。超早そうだもうなんかもう見た瞬間この復活だけで泣くかもしれないからトリマチさんは六星占術で言えば火星人マイナス。火星人っていうのはすごいこうマイペースで人見知りシャイな部分がある。そしてちょっとこのミステリアスな部分があるんで、捉えどころはないんですけれども、かなり異性からも注目されるっていう部分がありますよね。ちょっと一見クールそうというかツンデレみたいな感じはあるんですけど、まあ実は多分その家族とか心を許した人には全力で自分を見せていくっていう部分があるんで、奥様とそういう関係を気づけたんじゃないかなっていう思いますね、うん、2人ともすごく相性もいいですし、そういう兼ね合いもあって未だにうまくいかれてるんじゃないかなと思いますけどね。ただすごくこうプライドが高いっていう部分があるんで、彼をコントロールする術みたいなものが松島さんの方にも備わってないとうまくいかないと思うんですよ。やはりこの仕事に関してもすごいストイックですし、それに対してこう敬意を持ってくれる部分っていうのは大事にしますので、そこがこうなくなってしまうとちょっとこう難しい関係にもなるかなっていうふうにも思いますね。だけどまあね、今年はなんと2023年は再開といって、物事を再びチャレンジすることを起こすにとても適している時期なんですよね。なんでこういう時期に何か自分が目標に向かって再チャレンジするとか、何かを手掛けていくっていうのはすごくいい時期でもあるので楽しみだなと思いますよね。ドラマスタートするのは来年2024年ということですけれども、この時期も財政といって、やったことがこう何でもやることなすこと全てが財に結びつくっていう時ですので、すごくいい時期なんじゃないかなっていうふうに思います。反町さん自身はですね、なんかバスフィッシングが趣味、琵琶湖に別荘を持ってるらしいですね、うん、ちょっと調べました。火星人は割とこう水にまつわるものにすごくこう縁があったり、それがこう強運になったりっていうことがあるので、そういう趣味もああなるほどなっていうふうにも感じますし、火星人らしいなっていうのは思いますね。とにかく何でもそつなくこなすっていうのが、まあ火星人の特徴でもあるので、どんなシチュエーションでもプラスに変えていってやっていくっていう、そういう力はもともと持っていらっしゃる性質ですね。
すごい俳優さんなんだけど、奥さんもすごいだけにどうなのっていうような部分もあるかもしれませんけど、家族とか、まあ、そういうものも根底に大事にする人ではあるので、家庭とのバランスっていうのを反町さんの方が保っていてあげたっていうのもあるんじゃないかなと思いますよね。サポートする、そういう気持ちがないとなかなか難しいと思いますので、バランスが取れていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。ただこれが崩れないでいただきたいっていうのが、反町さん45歳からまあ20年間宿命大作会に入ってますので、これがちょうどうまく動転する場合は徐々に上がってきている5年なんですけれども、宿命大作会の間の20年っていうのは空洞になっている、パワーが全くないような状態になっているので、すごくいいか悪いかっていう差が激しいんですよね。なのでまだまだこの先15年ぐらい続きますんで、その辺のバランスがこう今までと崩れないでいてくれたらなっていうふうに思いますね。1997年から1998年にかけてバージンロードとかビーチボーズとか GTO とか高視聴率すごくこう獲得されたっていうのは、やはりこの目的達成の年なんですよね。12年に一度来るこの目的達成のすごくいい年にこういう結果を出されてるっていうこと、あとはまあ今年の運気と一緒の再会といって、物事いろいろこうチャレンジしていくっていう時に松島さんと交際をスタートしていると、大きな要はいい運気の流れに乗ってこられてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。結婚されたのも安定といってとてもいい時期に結婚されて入籍されてますし、もう2人でね揃って解禁されたっていうの皆さんも蘇るかもしれませんけれども、来年は財政ですし、きっとまたここでブレイクして、もしかしたらドラマ離れしてる人がまた戻ってくるっていう可能性はありますよね。で、私はあまりほら日頃日本のドラマは見ないですけど、これはちょっと見たいなと思いますよね。うん、思いません？見てくださいね。あなたは見ますわ、もちろん絶対見ます。全部見るんだからね。全部見ますよ。全部見ますからね。全部見ます。松島奈々子さんは金星人マイナスです。金星人っていうのはすごい華やかで、まあ、そういう意味では人気者、カリスマ性もあってっていう性質を持ってます。現場においても一番ムードメーカーで明るく元気にやっていただいて救われましたと共演者の方のコメントがあるそうですけれども、まあ、これはまさに金星人らしいエピソードだなっていうふうに思いますね。常にこう楽しく明るくっていうことが大好きなので、まあ、人を楽しませて自分が喜びを得るっていう性質でもありますから、何かこうチームでやるとかその場を盛り上げよう、楽しく過ごそうっていう気持ちはすごく強い方なんで、人からも募られたりっていうことがあるんじゃないかなというふうに思います。また今年の運気が12年に一度来る目的達成の年ですから、最高潮の年ですよね。ただ、まあ、ドラマがスタートする来年は中作界の乱期になりますので、スタートしているってことは、まあ、それまでにバタバタするようなことは終わってらっしゃるかと思いますけれども、来年は少し精神的にも乱れが出やすい時期でもあるので、セーブしていかれるといいんじゃないかなっていうふうに思います。うん、松島さんも割といい流れに乗られてるんですよね。1991年安定の時に日本マクドナルドの照り焼きバーガーキャンペーンのテレビ CM に出演で話題となるということで、まあ、そこからがイメージガールに選ばれたりとかっていう風にされるんですけれども、やっぱりこの立夏って言って今後の方向性を決めるのに重要な時期に、綺麗なお姉さんの2代目を務めて好感度ナンバーワンの女優に選ばれたって、これがもう今も不動のものになってるような気がしますね。なんでこういう大事な時期に、まあ、そういうものを得ているっていうことがやっぱり先々にも影響して飛躍していくっていうことにもつながっていくので、やっぱりきちっとその運気を見ながらっていう流れに乗るっていうことはすごく大事なことだなっていうふうに思います。でまたこれ今年と一緒で目的達成の1999年3本の連続ドラマ、救命病棟24時、魔女の条件、氷の世界、もういずれもね皆さん記憶にありますっていう感じのぐらい、まあ、話題となってヒットしたっていうこともありますし、またその時に第50回の紅白歌合戦、ここでまあ初の審査員を務めるっていうようなこともお受けしてるみたいなんで、やっぱりこういういい時期っていうのは飛躍する可能性っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。でも私は一番大和なでしこが好きだよ。いやもう分かる、分かりますよ。このドラマの話は結構出ますよね。いや出るよ、曲も好きですよね、うん、大好きだよ。またミーシャだよって言う。もうたまらないよ、ワンフレ。いやダメですよ、尺使うんでどうぞ。いやいや大丈夫ですよ。
まあ、ということでね、でまあ、そんなこともありつつ、でやっぱりこの再会っていういい時期に反町さんとご結婚されてると。でまたこれねすごいんですよ。さっきも達成の時にすごくこういいね視聴率を発揮してっていうのありましたけど、またこれ2011年家政婦の見たでまたかなり話題になりましたよね。もうこの時期って割とこうテレビ見なくなってんじゃないのみたいな、昔ほどの視聴率っていうのはないんじゃないのっていう感じですけれども、だって 40% だよ驚異のこのとかね超えてるから、もうすごいよねっていう。もう家政婦の見たなんて子供でも知らない人いないんじゃないぐらいの幅広い年齢層に刺さったじゃないですか。これもそういう時期ってこともすごいなっていうふうに思いますし、またこの日本ジュエリーベストドレッサー賞っていうのも過去受賞した20代30代部門に続き3度目の受賞ということで、これは同賞初の快挙ということですんで、波に乗られてるなっていう感じがすごくありますよね。お二人の相性はすごく相性いいんですよね。このまあ六星のこの相性の見方っていうのは天運地運人運っていうこの3つで見るんですけれども、まずこの天運割とこう重視しなきゃいけないっていう、まあこの日頃年ごとに変わっていく運気ですよね。これも結婚した時も互いに安定と再会でとてもいい時期に結婚されてますし、地運もすごく良好ですし、人運で見てもすごくいいっていう、この3つの運全てにおいて見てもいいっていうことなんですね。まあ、ただし先ほども言ったみたいに反町さんがその20年間宿命大作家に入ってますので、この間にこの今まで蓄積されたこのバランスですよね、これを崩さないようにっていうことがすごく重要になってくるかなっていうふうに思います。多分ここでお互いにまたブレイクじゃないですけれども話題になって、仕事も忙しくなってで加速していった時にやっぱりそのバランスが崩れてしまうとちょっと先がっていうことにもなりかねませんので、これをね維持していい関係を築きながら、またみんなが憧れるご夫婦でいてほしいなっていうふうに思いますね。全ていい夫婦ってあんまいなくないですか、今まで結構多くなってきますけど、どっかしら何かちょっと悪いところあるじゃないですか、ね、ありますね。だからもうすごいよねっていうね、見た感じもさいいし、みんなの好感度もね理想の夫婦ですね、すごいな、それでいてほしいですね、うん、ということで今回のドラマはですねすごくこう楽しみに、来年ですからね、はい、来年ちょっと見たいなというふうに思ってます。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。